まず力抜いて全身もムチのようにして、ああ、ムチ鳴らして、はい、こんにちは、イブ…い、あ、違う、イブラヒモビッチです。こんにちは、トイストーリーのパタタルトです。よくわかんない、すごいな。ちょっと思いついたと思ったけど噛んじゃったよ。イブラヒモビッチ、全然イブラヒモビッチでいいよ。復活させたんだけど、サッカーのな。サッカーの、はい、どう、今のどうだった。今のはちょっと微妙だった。ポテトヘッドまでちょっと滑っちゃった。俺のせいで、そうそうそう、俺のせいで。いや、違う違う、あの、言うよ。あんたも悪いし、俺も悪い。お互い様。ドロー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 。今日は、うん、あ、バキとタク、バキとタクさんだ、うん、探しと、まあ、検証ね、検証ね。今日も、若手の京介くんに、うん、漫画家志望のね、うん、ファイターがいるんですけど、書いていただきました。はい、今日はこちら必殺技。うまいね。でもこれ、ど、え、絡み合ってないやん。どうなってんの。お、俺はどっち。俺がバキですね、食らってる方ですね。これは、これはですね、ベンダってものです。ベンダ、ベンダっていう、ムチの打つ打撃、ムチの打撃とか言って。え、これはこの相手は誰なの。これ柳龍光っていう空道の使い手なんですけど、うん、これどうなってるかというと、右手で肩をペジーンとか打ってるところなんですけど、うん、巻き込んでるんですよね。そうそうそう、全身を滑らかにしならせることによってムチのような打撃を実現していると。で、まあ、皮膚を狙って攻撃するので、相手の体全体が急所になるので、どこを攻撃しても大きなダメージになると。ムチ、うん、のようにってこと。そうです、全身をムチのようにして、皮膚に対して。張り手ではないんだよね。張り手ではないんだけど、ベンダって、ベンダっていう、そうそうそう、拳は握んないですよ。そうだから、もうムチ、俺もムチ、そうそうそう、腕をムチのようにしてバチン、ビンタやん。いやいや、ベンダビンタではない、ベンダ。ベンダ、こういうのもベンダ。そのうまくいけば、ビンタとは違うんですよ、うんうん、だからこれあれなんですよ、蹴りとかもベンダでできる。そう、もう全身をこうやってムチみたいにして、うん、蹴りのベンダみたいなんで。今日はでもこの絵に従って右手でやってみる、まあ、手でやってみる、うん、ちなみにこれすごい上手いじゃないですか。めっちゃ上手い、ね、前もさっきも言ったんですけど、うちに漫画家、うん、志望、まあ、漫画家、趣味が漫画なのかな、漫画描くことなのかな、ファイターがいて、その子が描いてるんですけど、なんか試合もしつつ並行して漫画も描いてて、うん、ある時ちょっと漫画家デビューしたいじゃないけど、うん、思い立ってバーって自分で描いた漫画を集英社、うん、ジャンプとか集英社にポンって持ってったっつって、そしたら担当者の人に、画力が足りないねって一周されて帰ってきた。でもそれでもこれこのレベルでも足りひんって言われんねん。そうそうそう、そんなのどうでもいいんですけど、プロの世界はすごいなっていう話ですね。ちょっと待って、俺これ相手にビンタ食らって、まあ、一回立ってみようか。ちょっと待ってのでこれちょっと痛いよね、これもなんか、ね、ちょっとつけないと。え、どういう感じ、イメージ一回やってみて。だから、うん、これビンタじゃないですか。まあ、俺もベンダやったことないからあれだけど、ムチにイメージするんですか。一回ムチにしてみてもらう。体中を、あの、脱力させて。でも力ないし。ない。お、なってきた。お、お。お。蹴りもやってみて、蹴りも。蹴りは難しくない。でもやるだけやってみて。ああ。いや、でも試合相手もこんなんしだしたら、ちょっと水拳とか絶対知ってるやん。ちょっと警戒しますよ、ね、そう、警戒は絶対するやん。もう、何だってなったら、もう行こうかなと思ったら、これバチンっていける。ゆきおさんもできる。本当の水拳。何の時間や。ちょっとやってみましょうか。なんか、ボールじゃないね。これこれ無理か。でも負けたい。結局、皮膚にやんないとダメなんですよね。あの、もちろん服の上からでもいいんですけど、うん、人体に振らないとあんま意味ない気がしちゃうんだけどな。ね、これはだいぶ肌着でいい。俺肌着になる。肌着になるの。え、なってくれるんすか。なってくれるんすか、肌着に。あ、これでもいい。あ、全然。もちろんもちろん。あ、俺見てこれ、バキでは書いてあったから筋肉の上に脂肪みたいな。そう、ある程度油が乗ってたからね。油乗ってた方がいいやろ。そうそう、一番いい人と一緒だ。ファイター体型ね。オロチカツミと同じ体型してますよ。ボブチャンチンとかボブチャンチンとかもそうやもんね。ちょうどとかもそうやね。一回油乗ってるもん。いいよ。え、このまま
うわ危ないよ。危ないよね。俺肌弱い。肌にやる。乾燥肌やし。ベンダだからもうやってみるしかないよね。うん、まあもちろんさ。打診の二の舞になりかねないけど。これ検証ですか。あ、まあそうやね。そう。なんか羽織るみたいな。まあいいよ。じゃあ一回やってみよう。できるかな、うん、この通りに行く、うん、今どうなってんの、それはどうなってんの、だからもう座ってもバチーンってことするね、そうバチーンってさ、ちょっと待って、まずさそのあのベンダと前はどういうの ないってこと、もうベンダ一方やな、ベンダ一方、そのさっきはパンチがこうでこうとかないよね、はいはい、ベンダ一方、あだからはたきとベンダの違いじゃな、ただのペチンと、うん、このベンダのバチーンと、うん、そう比較ってそうだからビンタじゃなくベンダができるのかって検証だから、いやちょっと俺なんで自分から言ったやろ、検証だから一回やってみて、普通に普通に、はい、だそうだね、肩にしてマジで怖い、力を別に入れなくてもいいわ、ね、そう、あいいよ、俺がビンタでしょ、だから俺がプロの格闘家がベンダできんのかって、そうしたから、肩にしてな、オッケー、俺がビンタでしょ、ベンダいく、うん、できるかな、やっぱそうそう、その時間がやる、柳龍君もこうやってた、やってたやってたバキもやってたし、で、これだ結局また全部の時間があったんですか、また力抜いて全身もムチのようにして、あ鳴らして、変な音したよ。どう え、ちょっと違ったっすか、ビンタと違った、ビンタと違った、いやだからビンタちょっともう一回やってみて、もう俺もう一回ちゃんと俺真剣にやるから、ちょっと違ったビンタ一回やってみて、ビンタ、いやいや痛かった、痛かったの、痛かった、あ痛いよ、あこれ成功してる、ちょっと待って、ビンタはできる、ビンタの方がしなってるよ、それはどっちなん、それはビンタですね、ムチになってます、ビンタと違った、うん、ビンタよりは痛いよ、ビンタ成功です、ビンタはできる、できました、え、オープンフィンガーグローブできる、ビンタって反則じゃないよ、反則じゃない、やった1個目の必殺技できました、1個目できました、まあ、必殺技っていうか、まあうん、そうだねビンタはできた、いや、痛いよ、おやっぱしなってる感じがあるよ、やっぱり、あそうそう、ね、無知のようになってた、じゃあ、あのさ、これ必要やった、必要だよね、いやイメージっすから、自分の中ではそうやったらよかった、でも俺もまだまだベンダ初心者ですから、うん、それはね、ベンダの上級者だったらもうこういうところから、そうやな、急にバーチンできるよ、俺はやっぱこの最初のこの、じゃあまずはファイティングポーズ取る、そう取るで、いいよ、普通の一体ベンダしてみて、はい、そんで試合中に、あ、ベンダ行こうと思ったら、ベンダ行こう、あ、こいつベンダ、お前こいつやってない、あおー、でもここ来たもんね。確かに。まあ巻きついてるな。巻きついてる。成功で。ベンダはいけると思う。ベンダはいけると思う。ルール的にも大丈夫だし。一応ね。うん、大丈夫か、ちょっと確認しよう。確認が必要だけど。あんま適当なこと言えないけど。確認必要。確認必要。まあでもこれはいいと思う。やっぱしなるっていうのはいいと思うけど、痛かったもんマジで。ってことで、じゃまとめさせてもらうけど、プロ格闘家がバキに出てくる。まあ、柳龍子の技、うん、ベンダ、うん、できました、うん、格闘家やったらできるという検証結果です、初めてじゃね、初めてだね、このシリーズで、うん、ほんまに痛い、おで、ビンタではない、ビンタではない、この前、以前やったのは打診、あれは逆水平でしただったけど、今回はビンタじゃなかった、まあ、ベンダでした、ベンダ、あれは間違いない、よし、やった、成功した、検証結果出ました、ベンダはできる、じゃあこんな調子でそうね、どんどんチャレンジしていきましょう、だからそのちょっと話長いけど、俺らが試合中にこうなったらベンダが出るって、そうそうそう、皆さん、あベンダが出るぞっていう、そうですね、でも練習すればその予備運動もなくできるかもしれない、そうだよね、しかもそれを顔に行けばね、そう、軌道がもうすごいから、パンチはこうすけどベンダもしなるから、しかも皮膚えぐれますから、でグーでもいいんだもんね、変なしね、確かにグーじゃダメなのか、ベンダじゃあムチになったらいいんじゃない、そうだよね、ただ蹴りでもできるんだよ、そうか、うん、でもこの軌道がバーンってなもうバイト先生、そうイメージ湧いてきたイメージ湧いてきたオッケーです、よっしゃ、なるほど、なるほど、ベンダはできる、ベンダはちょっと練習してください、練習します、うん、今日はこんな感じで
終わります。なんすかその分からない新しいエンディングなんですよ。勝手にアディオス。アディオス。